皆さんこんにちは、555フィッシングのナブです。今日はこのショアラバ、ショアタイラバですね、これで直接青物を狙うことについて、動画を作ってみました。どうぞご覧ください。なんか釣れた。あ、なんだこれ。あ、こっちだ、こっちだ。あ、大してでかくない、大丈夫。あ、でかいですね、まあまあ。
ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。取れた取れた。ありがとうございます。いやいや。やった。やった。あら取れた。取れたば。お結構太ってんのすごいな。重かったですねなかなか。お太ってる太ってる。あらお心配でしたね。おすごいプリプリだこれ。ありがとうございます。マサラバだ。マサラバ。マサラバ。マサラバ。釣れました。タイラワでタイラワキング釣れますね。あえてタイラワで狙いました。やりました。針がちゃんと2本かかったんですね。ここにタモリリースします。ありがとう。タイラボを利用してるんですけども、青物を完全に狙ってるので、青は MH とか、XH とか、ラインも、2号3号と、強めのを使ってます。そして、フックもですねちょっと大きめにして、青物がかかってもガツッといけるようにしてます。こうすることによって残念ながらタイの方は、当たりを逃すというかかかってこないのかもしれない、弾いてしまうんだと思うんですが、一応青物が回ってきてるような場所時期タイミングの時はあえて竿もラインも針も全部青物仕様にして狙っていく感じですね。はい、ということでこのタイラバショアタイラバですね、いろんなものが釣れますし、まあ、青物底物、もちろんタイですね、釣れますのでとても楽しむだけです。楽しめます。着底させて巻くだけ、皆さんも試してみてください。ご視聴ありがとうございました。素人なりの、ヒットパターンをいろいろ今後もアップしていきたいと思います。よろしければ登録お願いします。